皆さんこんにちは。福井県のセレクションディスカバリーです。今回の動画では今手に持っているパドローネハイスタンダードラインのダービープレーンというシューズを紹介したいと思います。こちらのシューズ、まあ、パドローネではね定番として長く愛用されている商品でして、名前がねパドローネハイスタンダードラインっていう、通常のねラインと違って少しね革とかね加工とか含めて少しねワンランク上の加工とか革が使われてます。でまあ、デザイン的にはねダービープレーンというシューズ、ここにね装飾がないで紐で結ぶ、まあ、プレーントゥータイプってやつですね。プレーントゥーシューズ、よく名前聞くと思うんですけど、まあ、こういうね外バネと言われるやつで紐で結んで、ここにさっき言った装飾がないのがねプレーントゥーシューズの特徴になります。ちょっと最初にねこう全体的なものをお見せしますね。はい、で前からですね、横からで後ろからですね、で底面がこんな感じになります。レザーソールですね。はい、最大の特徴はですね、今最初に言った革ですね。これパドローネの通常のラインはステアハイドと呼ばれる正牛の革が使われてますが、これはね格子の革が使われてます。で簡単に言うと格子の革すごくねきめ細やくて柔らかいので、すごくね履き心地がいいです。すごくね本当に革自体高いので、まあ、人間のね革に人間も想像してもらえば分かると思うんですけど、大人の肌と赤ちゃんの肌全然違うじゃないですか。赤ちゃんの肌も本当に吸い付くような肌じゃないですか。あれと同じで牛の方も格子の革、要するに面積も少ないですし、取れる量も少ないのですごい高いんです。実際それに、ね、見合うだけのすごい、ね、高級な質感と、ね、輝きというか質感と、まあ、こう柔らかさを持っているので、まあ、ちょっと履いてもらえれば、ね、納得 の、ね、クオリティだと思います。でこれに、ねまあ、大量の、ね、オリジナルのオイルを加えてワックスで仕上げているっていうね、すごくねツヤがあってね高級感がある革になってます。で仕上げに、ね、こうつま先とかかかに、ね、こういう加工が加われて、ちょっと色がね変色というか加工の、ね、色が変わってます。はい、で革の方もですねフルベジタブルタンニンと呼ばれる昔ながらの、ね、植物性のタンニンでなめしているので、すごくね生えていくと味が出ます。で植物性じゃなくて通常ね化学薬品でなめすんですけど、革って、まあ、この生き物の革から製品の革に加工する過程ですね。昔ながらの製法でやってるので、ね、生えていくとすごく味が出ます。まあ、その分ねちょっと一足一足ね多少風合いが変わってきますんで、それはね手作業で仕上げたり、ね、そういうね昔ながらの製法をなめしてるってこともあるので、ね、そこはねご了承ください。はい、で、作りですね。で内側の革ですね。内側の革もちろんね、これ、まあ、パドローネハイスタンダードラインって刻印が入ってますけども、これ内側もね、牛革使われてます。普通のパドローネの場合は豚革なので、この、ね、ハイスタンダードラインにかけてこの牛革使われて、すごくね、こう柔らかい仕上がりになってるんで、履いててもね、すごくね、歩きやすいと思います。はい。で、靴の作りですね。マッケーって言われるね、マッケー製法って言われる、まあ、気になる方はね検索してもらってもいいと思うんですけども、この底面からね内側に縫い込む製法で、これね軽くてねすごくね歩きやすいんです。ここ縫い込むんで帰りがいいってね、帰りってこのつま先のこういうね曲げた時のね戻りがいいので、すごくね歩きやすいです。でソール交換も可能ですので、まあ、長くね愛用することもできますので、まあ、ソールが減ってきたら交換って形もおすすめです。であんまりソールで交換したくないって方は、買った時にねここにゴムを貼っていただけると滑り防止になりますし、ソールの保護にもなるので、まあ、もし、ね、余裕がある方、滑るのが苦手、嫌とかね、あんまりソール交換したくない方はね、直し屋さんとかでね、やっていただけるといいと思います。大体ね、多分ね、6000とかぐらいでできると思いますので、はい、気になる方はね、近くの直し屋さんに聞いてみてください。はい、で、ちょっと今私が実際履いてるんですけども、こんな感じになりますね。これ41ですけどね。まあ、この特徴ですね、まあ、スーツから、ね、カジュアルまですごく幅広く合わせることができるので、まあね、定番の革靴として、ね、一足持ってもすごく愛用できると思います。まあ、実際スーツ用で買われている方もいらっしゃいますし、待ち履きで買われている方もいらっしゃる、まあ、本当に、ね、さっき言ったように長く愛用されているモデルですので、まあ、革靴何買っていいか分からないとかいう、ね、方でも、ね、すごく、ね、愛用できる一足になっていると思います。それで、ね、サイズの方ですね、これ40、41、42の3サイズ展開、40が25、41が26、42が27になってます。まあ、サイズですね、そんなに小さくないので、まあ、6.5 ぐらいの方だったら大体41でいいと思うんですけど、まあ、一部かなり高が高いとか、そういう方とかは上げてもらってもいいと思います。はい。ですね。でまあね、日本製の、これね、今お値段言いますけど、税込みで35,200円です。ベビーカーフのね、革を使って日本製の革製35,000円ってね、結構ね、もう最近少なくなってきてると思うんですよね。やっぱ革製品ね、今値上がりがすごくて、まあ、原材料の高騰とかもありますし、工賃のアップとかもあって、で革製品ね、靴全体的に今値上がりがすごくて、このモデルね、この、もともとね、このベビーカーフでね、この値段って結構無理してるというかね、頑張ってる価格だと思いますし、
で、まあ、先ほど、ね、日本製の革靴ね、結構だんだん値上げしているので、そういうこともあってね、これすごく希少性高いというかコスパ高い一足になってると思うんですけど、まあ、先ほど言ったように、ね、値上がりすごいんで、いつまでこの値段にできるかっていうね、メーカー本部のためで努力していると思うので、今ね、3万5200円って説明しましたけど、もしかするとオンラインショップの方でもう値上がりしてる可能性もありますのでね、これ見てね、あ、まだ上がってないって方はね、できれば早めに購入していただいた方がいいんじゃないかと思います。はい、で、今言いましたように、あのオンラインショップから購入可能となります。ぜひそちらの方からご注文ください。何か質問ありましたら、メール、DM、コメント欄お気軽にお問い合わせください。はい、では今回の動画ではこのパドローネのハイスタンダードラインのダービープレーン2シューズを紹介しました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。